金県城は、韓国出身のサッカー選手。城南 FC 所属。ポジションはフォワード。FC ソウルのユース出身。2009年にトップチームに昇格するも、出場機会を得られず、2010年から2シーズンにわたり、テグ FC に期限付き移籍。2011年には26試合に出場し7ゴールを決めた。2012年8月14日。 清水エスパルスへの期限付き遺跡が発表された。期限は翌年1月1日まで。獲得に際しては2007年まで、韓国代表コーチを務めたアフシンゴトビ監督の要請があった。なお、直前に行われたロンドン五輪の日本対韓国の3位。決定戦後に、韓国の僕、昭友が竹島の領有権を主張する。 政治的メッセージを掲げたことが問題となっていたため、この試合に出場していた金の獲得について、清水に抗議する電話が相次いだ。8月18日の突戦に先発フル出場して、J リーグデビュー。9月29日の仙台戦では、初ゴールを含む2得点で、チームの勝利に貢献した。2013年より、FC ソウルに復帰した。 2016年1月13日、富山アイパークに移籍した、ロンドン五輪の韓国代表として予選を含め14試合で4得点。日本代表との3位決定戦でも後半途中から出場した。ありがとうございます。